回は福島駅に来ています。この飲食店でにぎわう小道の奥になんと個性があふれすぎて収まりきらないバーがあるということなので、今回はご紹介したいと思います。こちらの2階にあるということなんですけれども、なんだか気になるワードが並んでいますよね。どんなお店なんでしょうか。ちょっと探検してみます。暮らしが優しい、生き生きしている、人と人がつながり新たな魅力が生まれる阪神沿線、そこで活躍するさまざまな人に迫ります。店内にやってきました。情報量がとにかくすごいんですけれども、そして山中さん、はい、いろいろねいじりたいところはたくさんあるんですけれども、まずはこちらのバーの成り立ちから教えてください。成り立ちはですね、はい、あれですよね、僕まあ別の彼女と、全く別の仕事してたんですけど、彼女とねやっぱり ずっと一緒にいたいなと思って、それでこの店始めたんですね、はい、まず皆さん彼女っていうのが気になると思うんですけれども、くるっと向こうを向いていただきますとカウンターに綺麗な女性が、彼女とおっしゃいましたか。奥さんですよ。奥さんです、ね、はい、奥さんです。でもごめんなさい失礼ですけれども、ちょっと年の差が、そうそう24歳年の差の夫婦ですね。やりましたやん芸能人みたいですいやもうその慣れ初めも気になります。基本的に僕たまたまもう出会った彼女が24歳年の差だっただけで、別にその年の若い子を見つけようとしてたわけではないんですけどね。たまたま出会ったんですね。もう一瞬、瞬殺ですね。でまたこの昭和雑貨あふれるコンセプトのお店にしようと思ったのは、いや最初はこんなバーじゃなくて、はい、めちゃくちゃおしゃれな、あら、フルーツカクテルとハーブのカクテルが売りの、はい、すごいこうおしゃれなバーやったんですけどね、たまたまフリマで怪獣のソフビをこう見つけて、うん、わ懐かしいなと思ってカウンターのところにポンポンポンって5体ぐらい置いたんです。ほんならお客さんが若い人から年配の人までみんなね反応するんですよ。うわ懐かしいな、そんな喜ぶにやったらちょっと集めたろうかなみたいな、そんな感じで集め出したんですよね。じゃあこのお店の担当というと、うん、まあ、トーク担当の山中さん、そうそして奥様はドリンクとか、はいはい、あとうちコーヒーが売りなんですけどね、はい、そのコーヒーを作ったりドリンクを作ったりしてくれてるのは中で奥さんが作ってくれますね。奥さんがね、うん、懐かしいっていうものをね、はい、集めたり、あと奥さんすごいシャイなんですね、はい、恥ずかしがり屋なんで、うん、カウンターをこうねちょっと高く積み上げたのは、カウンターのお客さんがねこう先に喋りかけるのをねちょっと防ぐために、そういう配慮のもと、そうなんですよね、ドリンク作ってる時とかねやっぱ見て恥ずかしいって言ってたんですよ、はい、それでね積み上げた。そう言われるとなんかついこうやって覗き込んでしまいたくなるんですけどこの色もよくねコーヒーって琥珀色なんて言ったりしますけれども、そう、 うわすごい、しかも透明感があって、そうちょっと私が体験したことのない飲み物かも、いただきます。香りがものが違う、違うでしょ、もうなんか美味しいお茶、美味しい紅茶、うん、でスッキリしてるじゃん。なんかお腹にもたれるとか、うん、そうなんです、苦いとか渋いとか全くない。そうこれは、うん、打ち合わせなんかでね1日何回もコーヒーを飲む機会ってありますけれども、7杯目であったとしても飲めます。でしょ、すっきり、めちゃくちゃ美味しいんですよ。うわこれもおもてなし感がすごいですよね。そうそう、他にも、 もうこのバー潤いに来て飲んでほしい飲み物ありますか。うちねそれもちょっと面白くてね、はい、ドリンクもね、うん、お酒もその他のバーにないようなすごい面白いお酒をもういつも絶えず情報収集してて、はい、で基本的にお客さん全員お任せなんですよ。お任せ、はい、美味しいもので面白いものは他のバーで見たことないようなものが出てくるっていうね。気になる、面白いでしょ。これお酒も頼んでいいパターンですか。
というわけで今日のおすすめのカクテルをご用意いただきました。ミルクのようにも見えるんですが、いただきます。あ、甘い。ケーキみたい。お、そう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 ですね、ケーキみたいですよね。はい、では山中さん、この町の好きなところを教えてください。じゃーん、はい、これですね、この3つですね、はい、福島ってあの民家ばっかりで下町なんで、この辺はあのすごい住んでる人がね、人情に熱いっていうね、そんな感じです。その魅力も詰まっている場でもありますよね。そうなんですね。山中さん、じゃあこの後ですよね、これからこんなことがしたい、うん、展望などありますか。そう、ね、はい、あのあれなんですよね、あのもう1店舗店を出す予定があるんですけど、2号店。そうなんですよ、はい、でそっちの方はあのまたふざけた店なんですけどね、あの僕が奥さんにあの毎食ご飯を作ってるんですね。でそのご飯がもう半端なく美味しいというか、あの手間かけてこだわった料理 で、はい、でそれを2人だけで食べるのはもったいない、うん、で奥さんが特にこれみんなに食べさせたいっていつも言うんですよ、ほんでそれをおすそ分けする店を作ろうと思ってますね。で完全予約制、うん、限定10食だけ、そんな店。また贅沢な、はい、でそっちの方も、うん、あの店の方の中 の、 その内装は、はい、あのこういうちょっといろんな、ね、ものを置くんですけどね、向こうはちょっと大物をね置こうと思ってて、はい、例えば手打ちのパチンコ台とか、おジュークボックスとか、あのそういう店にしようと思ってますね。楽しみですね。さあ、はい、番組の方も終わりに近づきましたよということで、ね、時計の音も鳴り始めました。最後はではこの方の歌で締めていただきましょう。お願いします。その手に歌手をしています、そしてボーカルのレッスンもやっていますので、心に響く歌を歌いたい方、ご興味のある方はこちらまで電話をしてください。プレゼントのお知らせです。阪急阪神能勢北急レールウェイカードの大人券3000円券と、書店や駅長室で好評発売中の阪神電車公式ガイドブック阪神手帳を合わせてプレゼントいたします。阪神沿線で活躍されているあなた、この番組に出演してみませんか。阪神沿線で面白いお店をやっている、イベントを企画している、サークル活動をしているなどなど、自薦他薦は問いません。皆様からのご応募お待ちしています。いつもの電車に乗ってシュッタブドボシュッタボ、今日もあの顔この顔シュッタブドボシュッタボ、みんなと一緒に揺られてシュッタブドボシュッタボ、街から街へみんなを乗せて、僕の街の阪神電車。